それは実は今に続いている、うんうん、今にも、あ、もう当たり前ですが、うん、そしてそういう流れが実はアメリカの共和党民主党はいわゆる社会民主主義政党というふうには、まあ、共和党はもちろん違いますがではとは言われてなかったんですが、まあバーニー・サンダースさんが社会民主主義者を辞任して国立大学の授業料の無償化、公立大学の授業料の無償化、富裕層への増税、そして時給15ドル以上、まあ、2000円ですね、そのことを公約と掲げとして掲げて頑張り続けてきたということはとても元気をもらいました。やっぱり世界は、まあ、TPP に始まる、世界の、グローバル企業よ団結せよ、 ISD 状況で ISD 条項で訴えたるぞという、このグローバリゼーションと新自由主義のその流れと、もう一つそうじゃないでしょうと、その地域の農業や雇用を守り地域に根ざしたそういうものをやって時給を高めようっていう動きの大きな流れの本当に対立が大きくざっくばらんに言えばあると思っています。ですから世界中でやっぱり時給を上げようとか、パナマ文書に関して告発が出るとか、いわゆるタックスヘブン、脱税ではないかもしれないけれども、世界の大企業や大富裕層が自国での税金払うのを免れて、ここに株とか移して、税金節税しているっていうのは、じゃ倫理観あるんですかっていうような動きと本当につながっていると思います。どんな社会を目指すのか、やっぱり雇用の安定、そして同一価値労働同一賃金、安倍内閣が言う同一労働同一賃金は同一価値労働同一賃金ではありません、まがいものです。そして社会保障の充実、私はヨーロッパは成り立ちも全然歴史も違うとは思います。でもヨーロッパの多くの社会民主主義政党が社会保障の充実、あるいは国立あの大学の授業料の無償化、教育予算の支援、あるいは子育て支援、だからまさにフランスで、まあスウェーデン社民党などが子育て支援、それから女性の社会進出というのをやってきて、フェミニズムと、まあ、男女平等と子育て支援、社会保障、若者の支援、雇用の充実とかをやってきたことがとてもいいと思っています。ご存知、ヨーロッパは大学の授業料は入学金無料です。これはやっぱりで、デンマークなどは大学生に大体5万円ぐらいデンマーク国籍であれば支給するっていうのをやっています。やっぱり未来を担う子どもが、親の財布の大きさが子どもの未来を決めるっていうことをやっぱり切断しているっていうことはとてもいいと思っています。日本でも国立大学の授業料全部、授業料と入学金無料化するのに、3000数百億円なんですね。そして、私立大学の授業料の無料化は2兆円以上かかります。全部合計するとチャリン3兆846億円ほど、全部すべての大学の授業料の入学金、授業料無料にするにはかかります。でもそういうことってやったらいいんじゃないか、将来はと思います。でも今はまず高校、公立はやってますが、私立の、高校の授業料の無償化、補助金を出すということをやるべきだと思っています。まあ、慶応高校や附属高校や、まあ、とりわけ有名私立で、授業料がある意味高いところをまでもやるのかという意見もあるんですね。でも高校の授業料の無償化をやったらいい、親と仲がいい高校生ばかりではないですからね。それから私は例えば給食、これの無料化をやったらどうか、神奈川県、私は娘が神奈川の公立小学校中学校だったので、神奈川実は給食ないんですよ。私はあのお弁当を作りながら電車で通うっていう、あのそういうあの議員生活を送りました。でも今、あのとにかく小中小学校中学校で給食をやって、その無料化をやるのに4400億円ほどなんです。
高いかもしれない、でもやれなくはないですよね。就学援助をもらってない子もいる、就学援助がもらいにくい子もいる、私は給食ぐらい無料化をしたらどうかということを、だって給食ってやっぱり給食費か給食しか栄養源じゃないっていう子どももいるし、まあ、給食の無料化はやったらいいんじゃないかと。子どもにかかるお金って高いですからね。で、私は一つは格差是正と貧困の根絶、でももう一つ貧困っていうだけではなくって、さっき言った給食の無料化はお金のあるうちの子にもかかるわけですが、でも私は子どもに関する予算は極力、まあ、無料化にしていくこと、まあ、いわゆるホワイトカラー層と言われる人たちも、あ、自分たちが払った税金が自分たちに還元されるんだっていう実感を作ることも重要ではないかと思っています。国会で子どもの貧困、女性の貧困、高齢者の貧困、子どものいる家庭の貧困問題について質問をし続けています。国立大学の授業料今54万円です。約私が大学生の時、つい最近ですがって言うとみんな笑うんですが、まさに以前は昔は大学の授業料そんなに高くなかったです。ですから、親の援助がなくてもなんとか苦学しながら出れる人たちもいたんですね。でも今本当に高い。で、国立大学の授業料が安いって言ってだんだん上げて、私立大学はもっともっと高くなっていきました。ですから私立の大学の授業料と入学金は100万円をはるかに越しています。だからお父さんお母さんのすねが単調ずるのように細くなっていくというのが現状です。で、母子家庭のお母さん年間平均就労所得181万で、どうやって子どもを大学にやることが本当にできるんでしょうか。で、今大学生の半分が奨学金をもらっています。有利子が7割なんですね。で、奨学金300万500万800万借金があるという若者たちに私はたくさん会ってきました。で、また大学院に行ったりすると、まあ、勉強本も本題も高いですし、それでさらに借金なんですね。ですから奨学金っていうよりも It's ローン、教育ローン、もっと言葉を悪くすると貧困ビジネスになりかねません。で、まさに非正規雇用で働きながら奨学金の返済をする、延滞料もかかる、利息がかかるという世界です。で、子どもがこれ自己破産をしても親が連帯保証人になっていますから、親の中には自分の退職金を手をつけないっていう人もいるんですね。でもこれはやっぱり変えるべきだと思っています。私は高校までの授業料の無料化という、もちろんそれは持っているんですが、大学の授業料の無料化も時間をかけながらでも無料化をしていく。そうすればやっぱりね、借金背負って大学に行くっていうのは母子家庭や経済が苦しいとやっぱり困難なんですね。まず大学行く前には奨学金もらえませんから、別のところで借金すると。で、やはり、家の経済状況が大変だと、借金するということそのものも大変です。ところで皆さん、今文科省は政府はどれだけ返さなくても良い奨学金を持ってると思いますか。答えはゼロなんです。ゼロっていうかゼロなんですね。おかしいですよね。自治体で給付型奨学金、返さなくても良い奨学金を持っている自治体は281自治体あります。世田谷は3月4日、5000万税金を入れ、そして寄付を募って、そして基金を作ると、保坂信人区長は500万寄付が集まったと言っていました。これからも増えるかもしれないですね。で、まず養護施設を卒業する子どもたちで大学短大そして専門学校に合格した子どもに年間36万円月3万円出すということを決めました。で、基金がたくさん集まったら母子家庭の子どもに次は給付型奨学金、返さなくても奨学金を出すということにしています。それやっぱ大きいですよね。養護施設を卒業する子どもたちはかつては大学に行くなんてとても考えられない。それからやっぱり借金背負うということが大変です。身寄りがない子も多い。だから、まあ、もちろん大学に行く以前のいろんなことも解決しなければならないけれども、給付型奨学金の創設は一つ日本がやるべきことだというふうに思っています。